逆売りの姿に変化したって聞いたよ。そうじゃないだろう。武士を知らぬか、弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。まさこさん、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。まずまずの敵だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。
どのような野営です？兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を？あやつは我らを下すための手のいい道具よ。巴は蒙古に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです？まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか？あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ？戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか？無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。お前は弟子入りを志す前は何をしておったのですか？あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く？殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか？あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると？弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずだ。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もうつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。強敵だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の芸術。折衷だ。日本式との名。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。ネクストタイタナスボルトオブジノーズ。おい、ウドククチャハッタハノイ。おい、動く口を離さ。離しちゃった。
金田の木でも見事だったぞ。巴がおらんだ。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。海だ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。何事だ。好きなもん持っていけ。何の話だ。旅の秋人を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと。いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。行け。
争う声が。酒井先生。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱る後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。阿久殿の悲鳴を聞いた者が。お前のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。我らの目的は修練場の破壊。なれど民を犠牲にはできません。その言葉の真意がわからん。阿久殿は救ったではないか。民をおとりにするために後をつけたのでは。だったらなんだ。それでは犠牲を増やすのみ。巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど。考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで屈指の民を死なせてたまるか。来い。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。どこに行く。何故一人で。助けてやらねば。お願い、助けて。待たせてしまったな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が
来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴とこの女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな、野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。この骸が巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな、年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか？猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むと。他の者は殺された。お主が蘭か？はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか？巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ？あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった？ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた？ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。
巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうか。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたび、ハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が蒙古を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。
対人だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えるな。私を殺さず、巴は逃げました。お主逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。